ね、なんだっけ、ヤギアンガシ、ね、久々だしね、来ましたね、久々で橋系来た、ね、下にベニーランドっていうのがやってるんですかね、うん、どこになんか遊園地みたいなのあんの、うん、あ、あれやってんじゃない、あれ駅中ですか、うん、駅中じゃないよ、多分、うん、多分、あ、どうもありがとうございますね、ヤギヤンマ、いる、ウェブシェル、レイはすごいよね、ほら蜘蛛の巣がいるよ、いる、いる、蜘蛛の巣ね、寒いね、ほんと、あれ、バスティック2個あった、いるんだね、仙台市熊いるよ、夜でもこの時間でもいるね、結構寒いね、しかしよく下できたね、ん、下できたね、高速があんまり好きくない、好きないのマジ、うん、だいたい、いつも下ですよマジいる、クマいる、クマに注意、寒っ、なんなのこの寒さ寒いよ、もう震えちゃってる手が、うん、プーさんがいるん、見てこれ、えぐってる、ほら、見える、じゃあちょっと歩いていきますか、いるかな、この時間は初めてだね、ヤギヤンは、いつも早い時間だもんね、ねえ、はい、いらっしゃい、ね、寒い、ほんと寒いこんな格好で来なきゃ、これで全然余裕なのに、向こうはてか半袖だよ、まだうんうん、そう、寒いよね、こっち持ってこうと思ったけど、暑かったら嫌だなと思ってね、そうね、ヤギヤンはこれ有名だからね、えぐってるでしょ、ほら縮小、マジ、そういう、そう、ユーザーさん、いつもドルさんとのポイントで結構、そう競争してる今はね、おお、え、あれ毎日100ポイントずつ、マジで同じ考えですか、いや、またミスさんが一番やられました、そうすると誰かにグンと向かう、そうだね、俺こっちじゃなくてもいいやと思ってる、縮小、何あれ何こんばんは、どうもね、音抜けた車来た、え、壊れてる、本当だ、誰かがドキュンやったんでしょう、多分、多分ね、あれ、こっちもだね、え、でもしかしてこれ落ちかかる、ここが曲がってんだから、地震かな、あー、地震で曲がったんだもんね、もしかしたらね、寒い寒いよ、これ、これについて多分ループしてんの、これで登って、うん、多分これ、ね、すごいさ、でかいよね、これ、もうほんと自殺させないで、こうだよね、ここまでやると無理だよね、結構ね、うん、こうだよね、下に降りるの、下、これ下、下降りれんの、これ下降りれないよ、死んじゃうよ、こうしたら川、川ですよ、ね、川だ、降りれないよ、降りれんの、これ、うん、ねえ、いや、もう一個最後にトンネル行こうかと思って、向こう側にあるじゃん、うん、まあ行ったじゃん、雨の日、雨降って雨降ってしたと思う、行ったの、行かなかったっけ、俺宮川って言ってた、暑だっけ、暑だっけ、来たかったけど行けなかった、あ、そうそうそう、行けなかったんでね、うん、そこあるんだよ、トンネルがなんか、うん、これが13,800 赤でしょ、ヤギヤマが昼間になっています、いるかな、
返しになってるよ。だからここまでやんないとあれだよ、自殺するよね。これだと無理だもんね。どう見てもね。死にたい人は行くんですかね。いや行けないでしょ、これだと。行けないですか。うん、落ちたよ、ポンって。こっちに落ちたよ、多分。うん。無理でしょ、多分。だから減ったんじゃない、最近。できないからもうこれだと。うん、前はこれしかなかったんでしょ。だから飛び降りたんでしょ、待ってね。うん、これは無理でしょうね。これだもん、ほら。こんだけ山ほど落ちる人が多かった。すごかったみたい。すごかったみたい。ほら。すごい。ここまでやってんだよ。でもここで落ちる人もいるけどね。あ、ここから行けんだよね、下にね。階段が。ここから行けるでしょ、だから。ここからね。激しくなってますよ。ね。ここから行くんでしょ。ここからね、鍵かかってるよ。下ないですか。うん。結構深くないですか。深い。深いですよ。うん。え、だってもう。草くさくすっきょそこなんだ、いけないいけないいけない、いやこれ下までいけないよ、ことこれで終わりだよ、ここで。そうですよね、うん、まだその下がありますね。下はね、目はいけないって書いてあったよ。うん、いけないって書いてあったね。ほらほら、これで終わりだもん。うん、徹底してるよ、だってその下にいっぱいいるもん。で、ここに慰霊碑があるんだよ、ほら慰霊碑が、慰霊碑が。しっかし寒いね、ここね。山上トンネルか。そうね。寒い寒い。結構車通るんですか。通る。ここすごい有名だもんね。前行った時もすごかったよ。もうまだ全然早かったんだけど、もうバンバン。夜中でもこれだもんね。ね、夏なんかすごいんじゃないの、自殺の名所。こう心霊スポットで、ここ上行くとね、お城があるじゃん。青葉城。うん。そうそうそう。仙台城。うん。寒い。いやマジ寒いんだけど。ね。寒いんだよね。本当寒いよもう。これポケット入れてるもんだってよ。無理ですよ。寒いよね。ね、みんな配信してこれ写真撮って。見える。柴田さん寒いよ、すごい。半端じゃないよ。昼間どうですか、昼間にした八木浜市は。超明るいね。また車来るんじゃないすぐに。もうよね。来たでしょ。来るでしょ。寒くないですか。あ、ここ来た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 。来たないか。来たよね。来たよね。来たよね。寒いと思うよ。昭和39年だね、これ12月。結構昔なんですね。ね。生まれてないよ。うん。6年前だね。まあ50年だね。ね、もうすぐ50年だね。ね、50年。うん。うん。寒いよ。早まらない。うん、寒い。ほんと寒いね。どんどん重くなってきた。ねえ。さっきのとこだったらなんだっけ、犬が弁法しかったね。あ、今もビルで使うじゃん。そうそう、うん、パソコンも有名なんです。パソコンもなんか持ってたから、ハンダルとって、うん、福島でね、幽霊フェスも行っちゃったからもう、うん、もうね、いないんだよなと思って。うん、
だからとりあえず、うん、結構来てるんだよこれ。3枚来てたよ。すごい。うこの下あんすよね。ただのプラプラの。でしょ？俺これ来て寒いでしょ。寒いでしょ。いやまさかこんな寒いよね。もうちょっと暖かかったんで。でしょ。寒かったね。寒いっす。うまくるよね、これもね。夜中の1時です。1時超えてるよ。マジで寒いんだけど、ね、マジでこんなに来るんでしょ。車通り多いの、ね、こんな時間でね、こんな時間で1時で、あの見合わせなんか多分だこの間言ったとこなんかすごいね、メジャー、有名なんだね、これね。ねえ、ねえ、ナイトショットすごい行くでしょ、ズームが、うん、ね、ここにもらってね、多分ね、これで八木山橋です。マジで寒いよ、本当に。今日一番寒いの寒さじゃない。寒いしね。こう映るからね、ウサさん。ウサってるよね、テータス歪んでるような、歪んでるようなところ。でもこの前車上の時なんかループしたんだよね。うん、あそこでループしてる。うん。また来たよ。あんなこと来んの。すごいよね、これね。結構さ、うん、綺麗にさ、うん、なってるよね。ね、また直してるね。うん、じゃあほら、これ。伸ばしてる。伸ばしてるよね。前よりが伸ばしてるよね。前なかったよね、これね。なかった。これなかった、そういえば。これしかなかったもん。延長してるんだよ。また増えたんじゃない。それでほら、こっちが有刺鉄線も綺麗になってるもん。新しいの作ってる。作ってるよね、これね。前は、去年はこれなかったよね、これ。だから下の塗装もさえ綺麗だもん。綺麗だね。直してるもん、下の。稼働してくるね。ここすごい有名だからね。お、なんか来てます。今なんだな、ピピほんとスピード違反だね。寒いな。しかし携帯の充電すぐなくなりません。では今充電してる。ああこれでものすごい画面が明るくなってるから、うん、すごいなくなるよ、これでも。あたりでも静かなもんね、常にこれで充電。うん、これ嫌だ。でも顔を遠くらいの忘れてる。自分のこっちから自分離れてる。前回の時に切れてた。何が今回はデザイニングして今やってるのね。うん、自分スマホここにあるでしょ、うん、離れた瞬間もう電波切れてた。マジあれの来てない、来てないと思って。右通りなんですね。寒いね、しかしね。ここはあの全部反対反対からね、弱いやつは全部寒いよ、本当に。じゃあ次のとこですね。お疲れ様でした。最後かな。ひゅーちゃんね、スマホ、iPhone6 買うって。おお、うん、大きい方、小さい方、大きい方曲がるってドコモショップが言ってたよ。あ、なんかポケット入れて座ると曲がるって曲がるって言ってたよ、曲がるって言ってたよ。そういうクレームがもう何件も来てるって。お疲れ様ですね。普通の曲がんないですもん ね曲がんない、曲がんない。薄いんだよね、多分ね。ありがとうございました。ヤギハン橋でした。チボさん、いやだ、大好きだね。うん、大きすぎるよね、それね。はい、イボさんありがとうございますね、どうもね。ここで一句ですか。明日はチボさん、ユーザーでお願いします。僕は死んでます。
もう確実に寝ます。移動中寝てます、ね、寝不足です、ね、見てた見てた、うん、そうそう、ゆうたいさんと一緒ですよ。そうそうそう、寒いね、寒い寒い寒いね、本当にここは相変わらず寒いわ。宮城県は住めないな、寒くて冬やんなっちゃうね。冬はこっち来ないもんね、うちの方で。台風がこの間すごかったもんね。うん、もう川が氾濫してたもん。でも仙台市は降らないんか。ここは来るでしょ、仙台。あんまり来ない、ここは来るでしょ、うん、あんまり来ない、あんまり来ないんだ、うん、寒いな。でもじゃあね、行きましょうか。ゆだ、ゆだ行く、大丈夫、大丈夫、大丈夫、行こうか、はい、これね、降るも降るよ、うん、降るよね、降るも降るけど、うん、意外とこんなに降らない、ほんと今日は見ます。今日まだ1個しか行かないと思うけど、もうかなり回ってるから、もう2日連続なの今。昨日福島県でね、今日のね、夕方まで、夜まで福島県で、こっちはね、行くつもりなかったんだけど、成り行きでこっち来ちゃった成り行きで、乙女の祈りも行ってね、うん、八木山橋でしたね。だ、宮城は今2個目かな。だ、もうちょっとトンネルも一回行って終わりかなって。多分もう多分バタンって、今日昨日寝てないからそう、明日帰る、明日帰る、明日多分、明日午前中に帰ると思う。午前中帰ろうなって、うん、はい、じゃあね、僕の方は終わりになります。仙台ね、八木山橋でした、宮城県、お疲れ様です。